あ、ゲンがいる。あ、乾きそう。前回は僕ね、ペッパーくんにボロボロにされたところなんですけども、今日はペッパーくん無視して冒険を進めていこうかなと思います。ペッパーくんですね、間違えました。ペッパーくんはあれですね、怖えロボですね。いや正直ね、チンハマがね、今思ったより今のところね、活躍しきれてないんですよ。本当はね、この枠をね、強くできたらね、もうちょっといけるんじゃないかなって変わるんですよね。プリキュアがね、意外と今強いのよ。ミスドも耐久結構高いから、ジム戦やるんだったら正直もう一人強いやついるな感はあるよね。お、ドンファンいる。なんかさ、俺ドンファンってさ、ポケモン金銀発表された時に最初の頃に発表されたポケモンだったんだけどさ、未だにときめくんだよな。あー、ときめくと話してたらすぐ来ちゃった。うわ、後ろに子供見てる。倒したら悲しむかな。ダーンダーンダーン。子供じゃねえじゃん。子供じゃねえじゃん。どっか行ったやん。ダーン。お母さん。子供じゃなかったです。子供じゃなかったか、興味なかったか、どっちかな。あ、クマシュンいるやん。クマシュン捕まえよう。かわいいから。ちょっとね、鼻水を出してるクマがクマシュンで、僕にポケモン金銀発売前だけどサンプル持ってるよって嘘ついたのがモリシュンです。クマシュン、氷結ポケモン、氷結ポケモンか。ストゼロ、ストゼロって名前気に入ったから、ちょっと一回鎌倉とチェンジする。え、もうこの姿終わりってこと？いや、ベアだよ。ベアーズやん、位置が。え、なに、陰陽ってさっきからみんなが言ってるの何？なに陰陽って。お、すげえ簡単に捕まえた。あ、鳴き声陰陽なんだ。へぇ、あいみょん。うわ、マリーゴーストにすればよかったよ。後で変えよっかな。やべやべ、落ちる落ちる。なんであんなとこに作ったの？ドクター・クレハの家なんやな、あそこは。なんか騎士官あんなと思ったら、ドクター、何こいつ。絶対机にされてるタイプのやついるやん。白線にされてる、机にされてるでしょ、これ。金持ちの。お金持ちの家たまにこういう机ない？なんか、下に 足とか入らないタイプの、不便そうな机。てか、超硬いんだけど。アルセウスででかいのと戦った？俺、でかいと違う個体って認識するタイプの人間なんで分からないっす。道とかも俺朝と夜で違う道だと思うタイプなんで。 OK。 いや、だから本当に俺よく Google マップがある世の中に生まれてよかったなと思うんですよね。ホゲ？ホゲジロー？どうしたお前、空へ帰るのか。あ、鬼火覚えたいね。ホゲジロー空に帰るらしい、暴走タイプだから。クレベース、氷山ポケモン。お金持ちにたまに机に使われていることがある。500キロある。黒曜でいきます。大塚にしてほしかった。大塚家具派がいるわ。名前思いつかねえな。あ、ちょ、アキくんみたいな髪型してるけど、まあ、なかなかな、まあ、なかなかなにしよう。まあ、なかなかなにします。どうせ最終3つになるし、いや、だからそれを踏まえてまなかなかなにしたのよ。まなか、まなかな、かなの3人グミにしようと思って。気をつけろ。どっちだろう、永井秀和かプーさんのハニーハンとか、どっちだろう。気をつけろ気をつけろ気をつけろ。頭王とヒートツ。甘えるいらんか。雪重、暴れる君、新しいポケモンと出会うかもしれないじゃないか。こっちいい竹を。俺下手じゃん。私アチキ。僕はグルーシャ、元プロのスノーボーダー。あ、やっぱ男の子なのかな。いや、もうどちらでもいいな。雪のように冷たい現実を教えてあげるよ。ちょっと雪とのかけ方が甘いですね。何今ちょっと口見せた。ちょっと口見せてきた。まあ、正直フレアソングで積みまくればいけると思うんですよ僕。え、これ先生の爪が効いてくると。あ、余裕じゃね、これ。このジム、これもホゲジロ止めらんないよ。お、ワンパンマンじゃん。止まらないぜ。
何？強いやん。ふん、強いじゃん。おい、アクアブレイク覚えてるやん。でも、先行取れてたから、いけるはず。おい、マジかよ！さっき先生の爪の効果だったってこと？やっべ。やっちった。あー、ワンパン。すいません。すいません、埼玉でした。僕の氷、溶かされた。ちょっと待って。一回、キューン！え、合格の記念に一緒に写真を撮るって？そういうの寒いから普通に嫌なんだけど。仕方ない、特別だ。何照れてんのよ。私が可愛いから恥ずかしいんでしょ。恥ずかしいやん、やっぱり。何照れてんのよ。うわって言っちゃった。密かが待ってた。あと右の人めちゃくちゃ背筋。いつものあれ、やっときますか。いつものあれって言うな。俺たちのバトルを。あったらバトルする関係みたいに言うな。新浜ここ活躍できなかったらマジ今後厳しい。実力を見せてくれ。いやー、やっぱ防御がめっちゃ弱いな、新浜。一撃で落とせるか、これ。チンハマチンハマ、ちょっとリストラの危機です。かっけー、今の音合わせかっこよ。めっちゃ好きなんだけど、ライブさん。俺、おい、ミミッキュ使ってくるのか。普通に環境ポケモン使ってくるやん、この人。いそこなったぞ。いや、白目になるの怖っ。アメコミやん。超かっけえ、この人。あたいのライブ、特等席で聞ける権利もついでにどうだい？マジ欲しいっす。おい、SNS 上げんなよ、これ。ダメだぞ、こんなとこで写真撮っちゃ。わかった。田中ちゃん。ごめんなさい。もう違うでしょ。お疲れ様でした。でしょ。お疲れ様でした。かわいい。俺、ビワちゃん好きなんだけど。体格もいい。俺の好きな背が高いギャルだ。俺も日常生活でこの動きしてるからね、ちなみに。いつするんだよ。誰も見てない時とかに。お疲れ様でした。いや、正直今ちょっとやってみたいなと思ったでしょ。じゃあやればいいんだよ。人生一度しかないんだぞ。なんかポケモンたちあんまやる気なくないか。なんか戦う気持ちが感じられないんだけど。この子たち懐いてる、ちゃんと。なんかやる気なくない、後ろ向いて、さっきから。ほら、みんな後ろ歩いてて、やりたくないんじゃないか、これ。かわいそうに。これ一方的にボコしてんの、なんか申し訳なくなってくるぞ。ほら、逃げてるやん。めっちゃ逃げてくんだけど。かわいそう。でんりりりり。タントラ出してください、任天堂さん。いや、ビバちゃん絶対かわいいんですけど。絶対可愛いんですけど、ビワちゃん。俺押していくわ。ポケモンカード絶対手に入れよう。いいね、そのピッコロみてえな目。絶対絶対可愛い。絶対絶対可愛い。背が高くて可愛い。ここは私たちの場所。これ以上荒らさせはしない。セリフはプリキュア。セリフがプリキュア。何こいつ、かっけえ。え、これ格闘ゴーストかな。あ、やっぱそうだな。ただ全然食らわん。いやー、いやー。2回2を。フンドの拳。
いや強強いこいつ、想定外だこいつ出てくるの。取り前だからあんま強くねえと思った。でチンハマちょっとクッションさせてもらってチンハマだ毎回ワンパンなんよ。ちょマジでやばいなこれ。ストゼロ耐えれるかな。やられる。ただこれ特防めっちゃ下がってるから、これでもうワン、もう一発でいけるんじゃない。ホゲの一発耐えれれば火炎放射でいけるでしょ。おいいとこです、使うやん。嘘、耐えてきた。うーわやべ、負けるかもしれない。先制できるよねこれ、さすがに。もうテラスタルスしちゃうかこれ。うわー耐えれる。うーわダメだこれ負けるわちょっとね無理だこれちょっと無理でした。ちょっとあれだ、チンハマクビですチンハマちょっと戦力になってないみんな気づいてると思うけど、こいつ好きだけど戦力になってないんよ、ずっと。もう前回ぐらいから。なんか何このアラビアンコーストみたいな雰囲気、めっちゃいいじゃん。うわ、ちょっと待って、おじさん大歓喜の壁あるやんおじ大歓喜の壁あるよここ。うわー、これなんよな俺の中のメニュー画面は。ここで自撮りしまくった俺もしようめちゃくちゃ雨降ってるやん。あ、これいやもう気まずー。いやこういう時一番気まずくない？子供の時とかたまになかった？もう自分以外集合してて行かなきゃいけないやつ。これマジ入りたくねえんだよな。これ何回もやったら意味ある。問題です、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 問題です。あ、一回でいいんだ、すいません。遅延行為をしてしまいました。ここゲーム性ほぼリカちゃんのゲームと同じ感じだけど、リカちゃんの実況思い出すな。へいやん、へいやん、室町、へいやん、鎌倉、へいやん、歴史の知識ない。お、何この可愛い子、オルティガ。力の差思い知った、降参するなら今なんだけど。今のセリフ聞けたのよかったねなんで負けるんだ、なんで、なんで、なんでだよ。なんか手がすごい、大丈夫、手荒れてない？ハンドクリーム貸そっか。マジカルシャイン、あ、ナイス。何？めっちゃ見つめてくるやん。え？めっちゃ見つめてくるんだけど。これバグってないよね。ちょっと嫌な、え？嫌な予感すんだけど。何この時間？好きになっちゃった私のこと。テンクってこと？さすがに長くない？バグってないよね。あ、よかったよかったあ、トゥンクのタイム長ー。ま、初めてのトゥンクは、そんぐらい長いよな。はい、いい感じにまとまったところで。やるぞー。欲張り数出してくんのは知ってんだよ。俺は死に戻りしてっからな。ここでインファイトや。ほら、次で仕留めて交換だ。つんよつ、つつつつんよ。欲張り数遅いっす、遅いっしょ。オッケーオッケーオッケー。おっしゃ、マジ前回欲張り数にめちゃくちゃやられたからな。陸クラゲ。
ちょっとね、カンニングしていい？陸クラゲって何タイプだっけ？あー、草地面か。炎でいいんだけど、捕鯨も地面食らうな。俺、ストゼロ強くね？地面も氷いけるよね。ストゼロじゃね？っしゃ、陸クラゲ遅い！やった！いけんじゃね、これ。スコビラン。この調べよう。ちゃんと調べてから。エナジーボール？いや、つんよ。つんよ。ああ終わった嘘だちょっと頼むって。あ、ちょっと待って、受けれるやん。今のうちに回復しよう。マジで、このミスドの耐久力、超助かるんだよな。大文字？ミスドのこんがりボディをご存知でない。ありがとう、スコビラン。スコ。あれ、ちょっと対処困ってない？この子。奮い立てちゃおうかな。ちょっとこれいいんじゃないの？おい、なんやねん、さっきまで使ってこなかったのは。意味がわからん。じゃあもう捨て身タックルで、もう捨て身するからね、俺。よし、こんだけ削ればいける。いや、アクアテール決めれれば勝てんだって。絶対外さないって、今回は。さっき外したんだもん。オッケー。お、ここでストゼロが絶対レード覚える。いや、これ一か八か入れとくのありじゃね。後で忘れさせればいいかな。絶対レードで、これワンチャンあるよ。ワンチャンあるよ。これドラマ生まれるよ。こいつ遅いから、一発落とせればいける。勝った。勝った。ステルスロック？あー、いいよいいよ。ステルスロックなら。あー、負けばいいじゃん。おしおしおし。そっか、これ6匹持ってんだ。パルシェン、パルシェンって氷水だっけ。あ、もうこのまま行こうかな。格闘通ることない？もうステロ巻かれてるし、このまま行けるとこまで行こう。突っ張れで一発耐えれ。でも防御下がってんだよな。あー、まあそうか、そうよな。まあしょうがない、これはしょうがなくて。まあでもこれ関係ねえ。弱点疲れないプリキュア出して、耐キネで。おしゃ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 し、おしゃし、次ラストじゃない？うわ、マフティフ出してくんの？最後に俺の情に訴えかけるのか、君は。マフティフ悪タイプなの？ってことは、あ、このまま突っ張ろう。で、もうテラスタルしよう。マジカル社員やろ。怪奇祝いのテラスタルだ。光った子ぜ、マフティフ。もう突っ張るしかね。あとはもうやる。でも多分マフティフ遅いと思うから。いくよ、プリキュア変身。マフティフ俺イメージで足遅いと思ってんだけど、どうなんかな。あー、早い。早い。噛み砕く使ってきた。最悪最悪。うわー、ここじゃなかった、テラスタル。ちょっと待って、てかしかも噛み砕く持ってんだったらホゲジロもやべえじゃん。絶対レードしかねえ。ストゼロ頼むぞ。絶対レードしかねえ。なあ打てない。打てない。ちょっと待って、やばい、負ける。パスも生き返らせてインファイトにかけるしかない。だから、竜がごとく出して、元気のかけら、パスも、やられる。あー、ミスド説あった？うわー、確かにな。ホゲ一発耐えてくれたら、どっちか全開できるから。いや、耐えなそう。うわー、耐えた！どっちを回復させる？待って、フェアリーって、悪タイプ、効かないよね。ミスドだな。
ホゲーホゲーしろー。いやでもミスド耐久高いからもう一発耐えると想定してインファイトしかない。あーじゃれつく持っとる嘘だろ頼むよ、もうこれお前しかいねえぞ。いけるいける、耐えれる耐えれる。あ、これいけるんじゃない。攻撃下げてきやがった。もしかしじゃれつくしか持ってないこれ、俺に対する対抗手段。あ、いけるぞこれ。ああやめてよそういうことすんの。なんでそういうことすんの。いやもうこれ回復戦法でゴリ押すしかねえ。急所は当ててこないことを祈るしかねえ。大事を取ってここはもう一回回復。いけるいけるいけるぞミスド。しゃやったーやったー、あぶねー。うわもうギリギリの勝負だった。マフィティフ惜しかった。ドゴムスありがとな心が痛む俺だけ道具使いまくったつうかお前の付き添いが俺だけだとやっぱ心もとないな。エリアゼロのポケモン強いし、わけわからん装置もいっぱいある。せめてあと2人くらいチャンピオンクラスの強いやつと機械に強いやつが仲間にいればな。ああ、そういう展開ですか。ほうほう、なるほどね。生徒会長か。確かに適任だけど、お前がチャンピオンになるまで、てこでも動かなそうだよな。ま、メンツが揃ったら、また連絡取り合おうぜ。仲間になりそうなやつ、いたら声かけといてくれよな。俺は友達いねえからできねえけどな。じゃあな。レジェンドルートクリア。いやー、まあレベル差あんだけあったとしたら、カラクも勝利できたの、なんかやっぱこういう戦いが一番面白いわ。このギリギリの薬使ってでもギリギリ勝つのが一番楽しいポケモン勝負は。いやマジであれどっか選択肢間違えてたら普通に負けてたよね。危なかった。やっぱミスドが耐久マジ高いんだよな。ミスドの耐久はちょっと今後また俺を助けてくれそうな気がする。